はい、皆さんこんにちは。今回久しぶりバイオハザード RE4 やっていきたいと思います。めちゃくちゃ久しぶりだからな。もうどの辺だったかもあんまりよく覚えてない。さあ頑張って実況していきましょう。あ、そうだ、城内で前回確か虫軍団と戦ってたような気がするから、お、やっぱ城内臭いな。マップの見方はここか。ダッシュは R1 か。あ、窒素ということはあれか、あのおばさん城主のおばさん城主の部下1号か。あれ、つうかこれアイテム取ってない。あれ、でもあいつと戦うということは窒素ボンベあるのか。あれ、俺もしかしたら戻ってる。向こう側の扉行ってみるか。こっちか。あ、こっち臭いな。あ、絶対そうだ。窒素ボンベじゃなくて、窒素ボンベじゃなくてスイッチなのか。通電してない。昔はこの辺にあの緊急スプレーあったんやけどな。やっぱり。あ、でもあのスイッチみたいなとこ把握してないとやばい気がするな。
こうに行けないよ。やだー、何ボタンで開始していいのか分かんねえや。丸か。早く。どこから来る？うっそやろ。どうやって戦う？これめっちゃ戦いにくいんですけど。買おうかな。早く来い。後ろかよ。
ここはもう無理っぽい。いつこんなに倒した？ああ。黙ったな。これ書いても使う方がいいかな。ナイフいらん。昔ここに緊急スプレーあったのにな。旧作では緊急スプレーあったのに。ない。悲しい。ないな、マジで。まあ、しょうがない。なんか昔のチストボンベの方が良かった。出た、また発病しそう。哀れな子羊よ、その悲しみは時期終わる。我らの新たな娘と同様に生産は果たされたのだ。かの者はすでに我らが血であり、我らが肉。出た。忠実なる使徒が娘を導こう。使徒よ、さまよえる子らに救済を与えよ。エヴァンゲリオンかよ。クラウザあ、チャプターエンド。いやでもさすがにまだそんなに経ってないから、このまま続けよう。さあ次はどこだ。になったか。ああ、聞いたようだ。薬。あいにくこの薬は時間稼ぎだ。効果は長くは続かない、残念ながら。それでも行くか。俺のことはいい、アシュリーを優先する。だとしたらやることは決まってる。参るぞ、サンチョパンサー。ドゥルシニア姫をお救いするのだ。怪我するぞ。おい、俺のランスだぞ。あ
いはい、急げってか。なぜ手を貸す？目的は？そう警戒すんなよ。助けるって言ってんだよ。回復アイテムはあまり無駄遣いしたくないな。新しい物があるぜ。覗いてけよ。覗いてけよ。さあ頑張っていこう。ここでね、緊急スプレー変えたしな。次は梯子か。俺が元アンブレラの人間を信用できると思うか。バレてたか。アンブレラはぶっ潰れた。今さら何もできやしねえ。答えになってない。お前の狙いは落とし前というか罪滅ぼしというか。そんなとこさ。しかし敵が虫んとこから全然出てないな。これダイナマイト。あれということはチェーンソー男が出てくる。あ、敵がいる。あー、チェーンソー男出てくる。旧作と似てる。どっから行けるんだ。ナイスヘッドショット。あ、こっちからじゃなくて向こう側からってことか。え、爆弾どこにあるん？え、こっちにあった？あ、乗り越える、乗り越えれるやん。やばい。ベイカーさんみたい、こいつ。よし。
あ、やっぱり、やっぱりな。あ、切られてますよ。キック、邪魔だよ。来い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 。キック、暴れるな暴れるな。ナイスキック寝てろ。まだいたのか。あ、嘘。さすが俺だ。悪いな。キック。だと思ったよ。あ、爆弾で倒してほしい。まだおるやん。ナイス。あ、これはありがたい。素材だ。何がどうなった。敵まだいるのか。いやがった。キック、もっと足が滑った。あれ、爆弾取ってないよな。そっか、なんか橋みたいなとこが落ちたの。そういえばキック、いい連携だ。先にキックやられた。
うおお。助けて。この野郎。お前の出番早かったよ。死んでなかったんか。あ、いる。おら。お前か。あ、ダイナマイトある。なんでもいいからくれ。ダイナマイトだ。これで壁が壊せる。俺のプレステ4のコントローラーなんかもうおかしいよな。勝手に。なったりするもんな、なんかあの青い画面に。あ、そうか、戻らなあかんのか。アイテムが、アイテムとかお宝が。お宝欲しいっす。こっちじゃない。左。あった。上か。あった。砂時計。こっちだな。よし。逃げろー。うーそ、死んだ。ええー、嘘だろう。あー、爆弾取ったとこからか。うっそー、もっと離れろってことか。うわ、最悪。お宝取れてないし。ここで一回切っとくか。さあ、回収したぞ。今度こそはさっきみたいにならんように。逃げろー。
かった。お前のその身のこなし、本当にただの研究者か。俺を買いかぶりすぎだ。ただのハンサムなプーさ。ああ、ここあれや。今日ダブル巨人と戦うとかやろう。一回セーブ入ったからとりあえず今回はここで終わっとこうかな。たまな、正直一回か二回は死にそうな気がするから、ある程度戦って準備はしときたい。ということで、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。また次回お願いいたします。ありがとうございました。